こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、この時期になるとね、結構質問のある、確定申告に対する、ことなんですけど、この税金に関する質問についてはね、本当、何も教えてくれないのというぐらいね、教えることができません。これ申し訳ないんですけど、法律で禁じられていると。で、これね、税金に関する質問に答えることは許されているのは、税理士、公認会計士、弁護士だけです。ね、で、それ以外の人が、税理士でもないのに、ね、税金に関する相談、受けてしまうと、それはね、罰せられるということになります。プラス、ね、私がもしもそういうね、税金に関する質問に答えているというのはね、そういうことが、確定申告かなんかでね、会社の確定申告かなんかで、分かった場合には、税理士じゃないのに、税務アドバイスをしてるということでね、他の人にもアドバイスしてるだろうということでね、全員が、税務調査の対象になってしまうということが、考えられます。これね、似たような事例を以前ね、私の会員とか私じゃなくて、違う、業務をやってる人で、知ってます。ですからね、非常にこれはもう危ないなと思いましても、きっぱり税金に関する相談は受けられませんというふうにね、しています。で、税務署行くとね、もう本当に親切に教えてもらえます。ほとんど親切に教えてもらえますし、今の時期だとね、相談会ってやってますんでね、税理士とか探してやる必要はないんで、税務署に行けば無料で教えてもらって申告ができるということなんでね、そんな形で申告してください。これ本当にね、もどかしいんですけど、少しでもね、相談して、税理士じゃないのに税金のアドバイスをしてるということはね、やってることがバレた場合、私だけじゃなくて会社全員がね、迷惑かかりますんで、もう一切お答えしませんという形でね、サポートで何でも聞いてくださいと言ってるんですけど、税金に関することだけは聞いていただいても、お答えできませんという形でね、返事をしているのはそういった理由です。全然ね、税金のことを教えてくれないじゃんというね、こと、不満があると。まずいというかね、どうしてそんな冷たい返事になるのかというのをね、別に私が、面倒くさいからではなく、これはもう禁じられてるから一切できないと、やってはならないというのをね、ご理解いただければと思います。その他の質問、どしどしお持ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。